はい、それでは最後にですね、コースの割り当てについてご紹介したいと思います。これまでですね、コースを登録しました。それからユーザーの登録をしました。この状態で実際に e-learning が始められるようになったでしょうか。実際に登録したユーザーでログインしたいってしてみたいと思います。ログインしてみましたが、そのユーザーでは全く教材が出ていません。まだリーダーニングができるようになっていないですね。これはなぜかというと、最後のステップ3、コースの割り当てが行われていないからです。ではコースの割り当てを行うためにシステム管理者でまたログインし直してみます。はい、コースの割り当てを行う場合はこれまでと同様に管理機能を利用して、管理機能からよいしょ、こちらのユーザー管理を行います。クリックします。でこの時にですね、今回は登録した教材を全てのユーザーが見れるように設定をしてみたいと思います。なのでこちらですね、ユーザー管理で全ユーザーをクリックします。そうするとこの下の方にですね、閲覧可能コースというリンクがあります。こちらですね。で、ここのプラスマークをクリックしてあげます。そうするとこのようにですね、チェックボックスでどの教材を見ることができるという設定があります。こちらで個人情報、先ほど登録しました個人情報保護の教材、こちらを保存します。これで先ほど登録したこの受講者0102がですね、個人情報保護のコースが見ることができるようになったはずです。では実際にですね、このユーザーでログインして確認してみましょう。はい、先ほどとは違ってここの部分に登録した教材が見えるようになりました。実際にアクセスしてみたいと思います。このような形で教材にアクセスすることができました。なのでこれまでご紹介した3つのステップ、コースの登録、ユーザーの登録、コースの割り当てと、このような手順を踏むことによって e-learning の初期設定、 e-learning を実際に利用できる、利用することができるところまでの設定を行うことができました。それではですね、 e-learning での閲覧の履歴、成績の管理についてご紹介したいと思います。まずですね、この画面は実際に受講者でログインした画面です。受講者自身であれば、今どの、例えばこの個人情報保護のコースですね、こちらをどれだけ勉強しているかがこのようにグラフで表示されています。これですと、ちょうどこの棒グラフがですね、半分まで伸びている状態ですから、半分学習しているという状態を表しています。どういうことかというと、この個人情報保護のコース、これはですね、2つのチャプターからできて、そこから成り立っていますけれども、この最初のテキストは全部閲覧したよと。で、理解のテストに不合格な状態なので、進捗率は 50% ということを表しています。また、各スコにはですね、閲覧履歴というリンクがありますので、こちらをクリックすると、このように、はい、いつ学習したのかということが表示されています。また、テストの教材であれば、閲覧履歴を見ますと、いつ学習して得点は何点だったか、さらにクリックするとこのようにですね、何にどう答えたから何点だったかというふうに確認することができます。このように受講者は自分自身の学習履歴を確認していくことができます。しかしですね、システムの管理者、この e-learning の管理者となれば、受講者全員がですね、どういったように学習しているのか、全員分の履歴を見たいというふうになると思います。ではですね、これからその方法についてご紹介をしていきたいと思います。はい、まず管理者でログインします。はい、それでは管理者でログインしてみましょう。
管理者の機能を使って閲覧履歴を見る場合には、こちらの管理機能をクリックします。こちらですね。学習の履歴を見るには、大きく2つの方法があります。それは、こちらの閲覧履歴から見ていく方法と、ユーザー管理から見る方法です。まずは閲覧履歴の方でですね、ご紹介をしたいと思います。こちらの閲覧履歴、こちらのリンクをクリックしますと、このような形でですね、ここ近々の閲覧状況が表示されます。こちらの機能を使っていただくと、ここ最近ですね、みんながどれぐらい学習しているかどうかという大まかな傾向を知ることが可能です。例えばコースがオープンした当初とかですね、ユーザーを登録した当初、大体みんなどれぐらい勉強しているかなと、大まかな傾向を把握するにはこちらがいいと思います。またユーザー管理からですね、学習履歴を確認する場合、このようにユーザー管理をクリックして、全グループユーザークリックします。グループをクリックするとこのように、履歴のダウンロードというものがあります。こちらのボタンをクリックしますと、こういうふうに、ですね、どのコースの成績をダウンロードするかという設定があります。ここで成績をダウンロードしてあげます。そうするとこのようにですね、 Excel で成績履歴がダウンロードすることができますので、開いてみるとこんな形ですね。よいしょ。いつ誰がどのコースを受講したかという成績、学習の履歴ですとか、それからテストの教材の場合ですね、先ほどの受講者の画面であったように、何にどう答えたから何点だったのかと、よいしょ、こういった部分が全て Excel のデータでダウンロードすることが可能です。なのでですね、こういった成績、e-learningの受講履歴のデータを使って、Excel 上でですね、例えば相当をかけていただいてランキングを表示したりだとか、各設問ごとの正解率を出したりだとか、そういったことが Excel 上で可能になります。